セブンエクスマギナをプレイしてみました。第7回目です。今回のオーダーはランク B 最後のオーダーになります。巨大イモータル破壊作戦です。それではスタート。ではブリーフィングを開始します。本オーダーは前からの緊急依頼となります。前の監視網が巨大イモータルを探知、イモータルの移動ルートから彼らの重要施設へ向けて移動していると推測。放置すれば甚大な被害が予測されます。このイモータルの破壊がオーダーの目的です。それではアーセナルの準備を整え、作戦領域へ赴いてください。これこれ、こういうオーダーを待ってたんだ。やってやろうじゃない。了解しました。オーダーへの登録を確認しました。しかし、詳細な情報を聞く前に決めてしまって良いのですか？え、いや、それはさ、だって…なっ！ AI に心配されるなんてかっこ悪っ。お兄さん、大丈夫？うるさいな。俺たちバレットワークスはどんなオーダーだって逃げたりしない。相手がイモータルならなおさらだ。ほう、あっそ。じゃあフォー、詳しい情報を教えて。お兄さんも聞くでしょ。くそ、調子狂うな。一応聞くよ、一応ね。昨日フェムト資源発掘現場で稼働作業中だった AI がプログラムを放棄し、発掘現場から姿を消してしまいました。確認された個体と消失個体のデータは一致、ほぼ確実に同体です。現在の位置は不明。おそらくは同支配領域に存在するフェムト資源の精錬施設へ向かっていると推測されます。推測されますって、歯切れが悪い言い方をするじゃないか。乗っ取られたのは巨大重機なんだろ。広域レーダーでも質量観測でも現在位置くらい分かりそうなもんだ。当該の重機が地中掘削用の重機なのです。それじゃあ地面の下を掘りながら移動してるわけ？そうです。当該の汚染された AI が発掘現場から姿を消して以降、位置を観測できたのは4回のみです。出現地点はまっすぐ精錬施設へ向かっています。地面に潜ってる敵をどうやって探す？アーセナルに搭載された近接センサーなら付近にいれば検知できるでしょう。作戦領域は過去の観測結果から移動速度などを予測して導き出され、時間とともに移動しています。早急な対処が必要です。それって面白そうだし、ウエストセブンってか、私も参加しようっと。え、マジかよ。何を嫌そうな顔しちゃって。そんなに私のこと嫌いなわけ？どこの解放旅団だってウエストセブンとは組みたがらないんだろうさ。敵が一体増えるようなもんだからな。私たちのこと分かってるじゃない。じゃあ私はアーセナルの整備に入るし、お兄さんたち背後から私に撃たれないように頑張ってね。ルーキーももちろんオーダーを受けるだろ。俺とあのイカれた女を二人きりになんてしないよな。俺もアーセナルの準備を始める。俺たち二人でイモータルをやっつけてやろうぜ。目標が移動していると推測される区域に到達しました。フェムト粒子の濃度はほぼ皆無、レーダーに支障はありません。各センサーを最大感度で起動、データリンク開始。目標の汚染された AI を見つけ出し破壊してください。こいつか。情報より随分と移動速度が遅いみたいだ。フェムト資源の精錬施設周辺は硬い岩盤層に囲まれています。おそらく岩盤の掘削にこれまで以上に時間がかかるのでしょう。遅くなったのはいいけど、これってどうやって引っ張り出すわけ？見てるだけじゃ拉致が開かないし。地中から高エネルギー反応を感知しました。これは
てきやがった。つかマジかよ、デカすぎるだろ。みんな、やつから距離を取れ。死ぬかと思ったし、絶対許さないんだから。敵はデカブツだ、狙いはつきやすい。何の用が。目標へのダメージ現在 10%、 進行速度に衰えは見られません。また潜りやがった。シム、撃つのをやめろ。奴が巻き上げた瓦礫に当たるだけだ。むかつくし、俺またずっと出てこないの。このままじゃ精霊施設に到達しちゃうけど。そうだな。今日はガンガン行けそうな気がするぜ。再び高エネルギー反応を感知。汚染された AI が地上に顔を出します。すぐに顔を出してる。岩盤が硬くなったら関係あるのか。とにかく攻撃するぞ。目標へのダメージ現在 25% です。攻撃は有効なようですね。攻撃できないじゃん。めっちゃフラストレーションじゃん。ルーキー、どうにかして奴を地上に留められないか。何か方法があるはずなんだ。心強い仲間がいるだけで気持ちが楽になるってもんだ。どうも。汚染された AI が地上に顔を出します。出てくるたびにいちいち高エネルギー反応を垂れ流すのは何なの。高エネルギー反応は汚染された AI の戦闘ブロックに集中しています。エネルギー反応が徐々に消失していきます。分かったぞルーキー、そういうことか。地中を掘るためのドリルを冷却する必要があるんだ。奴の頭を狙え。オーバーヒートさせるんだ。ダメージが 75% に達しました。コアからフェムト反応の流出が認められます。攻撃を続けてください。
今日はガンガン行けそうな気がするぜ。された AI のコアが自壊します。大量のケムト粒子の流出を検知、エネルギーが減衰していきます。目標が停止、自立行動は不可能と判断。オーダーを達成しました。ふぅ、なんとか勝てたか。やった、報酬ゲット。これでアイルのケーキがまた減らせるし。あ？なんであんたの報酬でアイルのケーキが減るんだ。私の報酬はアイルのもの、アイルの報酬は私のものってね。私があの子を自由にしてあげるんだ。よくわかんないな。それにしてもイモータルの目的は何だったんだ。まさかフェムト鉱石が欲しいってわけじゃないよね。そんなのどうでもいいし、早く帰ろう。私も機体も埃まみれだし。それもそうだな。トウ、機関シーケンスを展開しろ。了解しました。各機、展開されたシーケンスに従って機関してください。兵器ばかりでなく、資源の採掘や建築のための重機まで乗っ取り始めたか。これまでのイモータルには見られなかった動きだ。どう考える？連中の目的など気にしても仕方がなかろう。問題なのは、奴らイモータルが人間にあだなす存在だということだ。ならば我らの使命は最後の一体まで殲滅するのみ。話にならん。それより気になるのはグリーフだ。テラーズは何を企んでいる？純章殿、あなたは知っているのでは？知らんよ。今日もこの場に呼んだのだがね、我々の目の前で奴の目的を話させるつもりだった。袖にされたというわけか。随分と長い付き合いだそうだが。何が言いたい？何？おい、私に喧嘩の仲裁などとくだらんことをさせるな。これからバレットワークスはどう動く？イモータルとグリーフ、それとネーションどもの腹積もり次第だ。誰かがこの戦いを無用に長引かせようとしているのなら、我々が潰す。ウエストセブン、殺して破壊するだけだ。相手が誰であろうと。なるほど、飼い主への反目も辞さないと。ならばバレットワークスとウエストセブンの思惑は一致しているということだな。どう思おうが勝手だ。我々は我々の思うように戦う。そういうお前はどうするんだ、セイビア。私はグリーフにもネーションにも興味がない。諸君らに任せる。
そんなところだろうな、貴様。とはいえど。なんだ。私の力が必要なら呼べ。諸君らに力を貸すのはやぶさかではない。おお、どういう心変わりかな。心変わり、そうかもしれない。面白い傭兵と出会った。あの強さ、あれがさらに成長するのならば胸が高まるというものだ。ルーキーか。あれの存在は私も気になるところだが。それこそくだらん。ただの一兵卒を買いかぶって死ぬのは勝手だが、巻き込まないでくれ。我々は戦争のための駒だよ。あいつも例外ではない。我々は戦い紡がれる意図に過ぎんか。そういうことだ。尺だかな。話は終わりか。今日のところは。では私も失礼する。紡がれる糸が切れることもある。グリーフ、お前が思うほど我々の命安くはないぞ。今回のオーダーの目的は、巨大イモータルですね、の破壊です。で、その後にこうドラマパートがあったんですけども、そこでまあ私が扮するルーキーが何か、まあ、重要な鍵を握ってるというような内容の会話がなされていましたが、果たして、この物語の中でどういう役割を担っていっているんでしょうか。そこはまだ分かりませんが、これで、ランクも B から A に昇格しましたので、さらに謎を追うために先へ進めていきたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしければお付き合いいただければ幸いかと思います。では、失礼します。失礼しました。